どうも、こんにちは。みおりです。お願いします。カメラマンがですね、八罰さんです。八丸です。今までクワカブの紹介やってきましたけど、百均だったり、人工のさなぎの部屋だったり、はい、それに近いような紹介になるんですけど、今回紹介するのが、はい、こちら。これは、木？産卵木にはなるんですけど、これ分かりますか？木でしょ。分かりますか、これ。分かりますかね、なんだこれ、ピンとくる人いんのかな。え？ VN 材です。全然分かんない。これめちゃくちゃ有名な木で、通称ベトナム材って言われるやつなんですけど、ウエストウッディオオシカクワガタっていうのがいるんですよ。まあ最大のオオシカクワガタ、シカクワ系最大のやつなんですけど、それの産卵方法が、まあ、ブリードが未だに確立されてない種類というか、もう何年前から入ってきたかも分かんないぐらい、結構前からいるんですけど、今まで単純万で入ってきた例えば種類とかも、数年経てばある程度1万2万とかになったりとか、高くてもまあ5万とかで維持されてたりするんですよ。なんですけど、ウエストウッディオオシカクワガタは、まあ入った当時はもう100万近くとかあったりしたんですけど、そこから考えたらだいぶ下がってはいるんですけど、今でもショップとかだったら30万とか、うわ高っ、する種類になるんで、その理由が、まあまず入ってきにくいっていうのもあるんですけど、ブリードが本当に難しい、超難関種なんですよ。もう本当に自分が好んだ木にしか産まないし、産んだからといってその卵自体もそんなに強いわけでもないから、すぐ腐っちゃったりとか、幼虫も幼虫で体弱いからすぐまあ星になっちゃったりとかしちゃう種類で、繁殖ブリード類代を重ねるのがすごい大変な種類なんですよ。その中でまあ今基本的に使われてる材が、まあ、コナラとかナラとか、はい、柔らかい材を、まあ、バクテリア材とかにしたりして、まあ、ブリードしてる人が基本的に多いんですけど、それよりももう本当に多分オオシカクワガタとかをやってる人たちはもうベトナム材、これが一番産卵します。圧倒的ですね、僕からしたら。そんなすごいやつなんですか。本当にすごいです。言うと奈良材とかよりも全然。僕がウエストウッディオオシカクワガタをブリードしてる中で奈良材に産んだこと一回もなくて、まだ。へえ。一応置いてはいるんですけど、でもベトナム材はやっぱかじったりは平気でします。で卵もやっぱ取れますね。ただその数自体が多いかって言われたら、多くても8個とか、まあ10いかないぐらいなんで、その中でまた幼虫に孵化できるのはその中の 60% とかだったりとかするんで、まあ、結構シビアではあるんですけど、それでも確率今のところ 100% その幼虫は確認できてるんで、このベトナム材、ちなみにこれ今ショップとかで販売されてたり、ヤフオクとかで販売されてるやつはもう1本、これ1本ですね、うん、これ、うん、はい、ちなみに奈良材がまあ1本500円とか、高くても800円ぐらいだったり、うんうんうん、まあまとめ買いだったらもっと安かったりするんですけど、これは1本8000円とかです。 8000? これ8000? 8000円です。それぐらい貴重な超難関種をブリードする人しか必要ないと思うんですけど、ただやっぱその材に出し惜しみしてて幼虫卵取れないっていうのが一番、まあ、残酷な結果ですから、だったらこれを買ってた方がいいっていうのもあるんですけど、僕はこれいつだ、ウエストウッディオオシカクワガタをやるぞって決めた年、まあ、4年か5年前ぐらいなんですけど、その時にやるにあたってやっぱその下準備が先に必要な種類っていう風には聞いてたんで、そのランバージャックさんにいつもお世話になってるんですけど、そこの店長さんとかからベトナム材がいいよっていう風に教えてもらったのがきっかけで、ベトナム材調べたらまあ結構まあベトナムの、まあ、シンプルにその木なんですよ、はい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 、でウエストウッディオオシカクワガタもベトナムのダージリン州とかそういうところにいるやつなんで、うん、まあ、だからこれがまあ選ばれて使われて結果的に多分産卵成功してたりするんですよ。ただそのベトナム材自体がどうしてももう入荷がまずほとんどない。え、それはなんでですか。まあ多分もうシンプルに木自体が少ないのかっていうのもあったり、あとは なんかねいい感じでそのまあ朽ちてる産卵期に適してるような木になってるのが少ないらしいです。低くなってるやつでもまあ乾燥させたりとかの期間が長かったりで、まとめての入荷が少ないから、一応ねどこだっけな、ドルクスグッズさん、あの中野にある、はい、中野と、まあ、埼玉の方にある2個ショップ店舗構えてるんですけど、浦和か、
浦和2つ構えてる場所が最初なんか分かんないけど、定期的に1年に2回ぐらいこれを仕入れてたんですよ、5年前調べてたら。で、まあ、連絡取ったりして、その当時の話ですよ。当時は、5月から6月11月から12月あたりかなのその1、2ヶ月間に、まあ、入荷する確率が高いですみたいな。で、だからその時にネットで入荷しましたって報告はもうしないらしかったんですよ、その当時から。それ連絡したらもうとんでもない数の電話が来るんですって。そんな殺到するんだ。みんなが欲しがってるから、その時期になったらもう毎日電話するのが一番無難ですっていう風に言われて、僕毎日電話して、で、なんとかちょっと状態が例年に比べたら悪いけど、まあ、入荷しましたっていうので、うん、僕だからその時に多分40本ぐらい買ったんですよ。40、あれ1個8000でしょ、40本だから32万とか。32万。あと消費税。いい、やらなくていいよ。だから今の価格で計算したら32万あと消費税なんですけど、うん、当時はそれでも当時でもいや高いなと思ったんですよ、うん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 、高いなと思ったけど1本とか状態にもよるんですけど1本平均2000円ぐらいじゃん。あ、いや、そんなに安かったんだ、まあ、安くないか、それでも安くはないですけどね。高いわ。普通の材から比べたらもう4倍5倍、うん、下手したらもう10倍ぐらいの価格だったりしますからね。だから1本2000円で買って、だから合計8万円ぐらい使ったんですよ。でウエストウッディ推し格が初チャレンジして、まあ、無事類代できたりして、まあ今はもう失敗しちゃって、失敗っていうか幼虫してるんですけど、今 まだ残り多分20本ぐらい残ってるんですけど、これちょっと紹介したかったんで、その推し格がやるんだったら僕はもうこれがあった方がいいかなっていうので。それをじゃあ本当になんか簡単なクワガタとかで使っちゃうともったいないの？いや、もう使えないですね。だから長いこと使えてないです。しかもいいとこがこれ前回使ったやつなんですけど、うん、まあ、かじってなかったり気に入らなかったら本当かじんないですよ、うん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 、全く。これももうこことここだけしかかじられてなくて、あー本当は形跡がない。まあここ皮は剥いだだけなんですけど、うん、かじられてる場所がもうここしかない。まあ、ここの卵さえ取り出せれば、まあ、結果卵なかったやつなんですけど。あ、なかったんだ、はい、取り出してもう一回再利用はできなくはないんで、だからもう一回また乾燥させて今放置してるって感じなので、再利用もできなくはないんで、まあ一回きりってわけじゃないです。そんなに高いけど何回か使える可能性あるって考えたら、まあ本当ウッディやるとしたら買った方がいいんじゃないかなと思ってるんで僕は、はい。でも8000出して卵産まなかった時地獄だな。いや、もうしょうがないですよ。でもまあ産む確率を上げるためにはそれしかないんで、もうこれ、まあ、せっかくなら紹介したいなっていうので紹介したんですけど、僕もウッディはこれからブリードまた、まあ、幼虫してるのもいますけどまたやっていくんで、できるだけ早く動画にも上げたいと思ってるんで、見たいね。その時に使いたいなと思ってますね。たかが木でこんな話してるのも普通の人からしたらもう考えらんないでしょうけど、結構大事な話なんでね。ということで今回動画にさせていただきましたんで、まあ基本的にいろんなのに使えるんで、最近だとね、なんだろう、首細クワガタっていうペルーとかの珍しいクワガタがいたりするんですけど、それもちょっとなんか産卵難しいっぽくて、僕も一回やって完全に失敗したんですけど、それにもまあ使えたりはするんで、まあ僕は使わなかったですけどね。だから奈良剤とかでも大丈夫なんですけど、まあそういうなんか結構まあ産卵しづらいよっていうやつに結構効果てきめんっぽいんで、ぜひまあお金に余裕ある方とかいらっしゃいましたとか、安くで売ってる場所があったりしたらぜひ試してみてください。あと注意点として、たまにヤフオクとかでベトナム剤じゃないのにベトナム剤のバクテリア剤にしたやつとして販売されてたりするやつもあったりするんで、うわ怖っ、ちょっとだけ気をつけてください。だから高くてもショップで買うのが一番無難かなと思います、うん、こういう剤は判断しづらいんで、やっぱもう土に埋もれちゃってると。はい、という感じで今回ベトナム剤についてちょっとお話しさせていただきましたけども、まあ、ぜひこの動画が良かったなと思った方はチャンネル登録高評価、そして八丸さんに対するコメントお待ちしてます。いらないよ。ご視聴ありがとうございました。